青番周回3コーナーから4コーナー、中部近畿が前から、そして中段に混成ライン1番7番です。関東勢は後ろから3番の牧田がまず一本棒を崩してまいりました。残り2周というところで後ろから上がって3番の牧田が抑えていく。3番手2番の中村、1番の竹山は6番手です。3番の牧田が後ろから抑えてジャンマイ、ここで1番の竹山がかましてまいりました。ジャンガマシは1番の竹山です。叩かれて3番の牧田が3番手、2番の中村現在は5番手です。先頭1番の竹山に変わりました。そして2番手さあ7番の桜川がちょっと波を作るような感じ。外から2番の中村ここでかましてくる。残り400を切って竹山を叩いていって2番の中村が先頭に変わりました。追走が宮地、3番手が有賀、中部近畿勢が抜け出しました。そして3番の牧田なんですが、牧田は後手に回る苦しい展開。4番手1番の竹山がもう一度踏んでいけるかどうか。2番手後ろ振り返って車間を切っているのが4番の宮地。4番手からここで竹山まくってくる。関東勢は苦しい。4コーナーを回ってくる。先頭は2番の中村、番手から4番の宮地、最後は抜け出したか。